森ビルデジタルアートミュージアムエプソンチームラボボーダレスが注目されていました。ユニークなアイデアでたびたび話題になる東京大学発のベンチャーチームラボと森ビル株式会社が共同で運営すると発表されている新施設、森ビルデジタルアートミュージアムエプソンチームラボボーダレス。東京お台場パレットタウンの一角に2018年6月21日にオープンした同施設は約1万平方メートルという広大な内部をボーダーレスワールド、チームラボ、アスレチックス運動の森、学ぶ、未来の遊園地などの5つの世界で構成し、世界初公開を含むチームラボの約50作品を公開。チームラボならではのリアルタイム生成かつインタラクティブなデジタルアートを楽しめるといいます。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。